私はパニコ、28歳の会社員です。先月お付き合いしているヤマトにプロポーズされて結婚が決まったばかりなの。ヤマトの両親にはすでに挨拶を済ませたから、次は私の家族と顔合わせの番。ヤマトを実家に連れてくる前に私一人で実家を訪れることにしました。話なんて電話ですればいいじゃないか。だったと済ませてよ、こっちは忙しいんだから。お分かりいただけたかと思いますが、両親はかなり癖が強いんです。だから事前に私だけで結婚報告をして話を通しておきたかったのよね。パニコ、あなた何か大切なことを伝えるつもりね。見える、見えるわ。あなたの人生を大きく変える決断を下す時が訪れる未来が。さすがお姉ちゃん。この人は2歳年上の姉、パネー。姉には不思議な力があって、家族の危機や未来を予知する能力を持っているの。ああ、でも未来じゃなくて、もうすでに決断を下したんだよね。いいえ、私には見えるわ。あなたがもうすぐ何かを手放す時がやってきて、あなたの人生が有意義なものになるって。何かを手放す？ねえ、話なんてどうでもいいんだけど。こいつは3歳年下の妹ゆい。実は家族の中で一番ヤバいのは妹なんですよね。パニコ姉の未来なんて興味ないから。それよりパネちゃん、そのバッグ私の方が似合いそうじゃない？パニコ姉のその服も私の方が絶対に似合うわよ。ちょうどそんな服探してたの、ちょうだい。服をあげたら私が帰れなくなるじゃないの。あら、ゆいのお風呂を着て帰ったらいいじゃないの。パネには適当な紙袋をやるから、そのバッグをゆいに渡しなさい。いやよ。お断りするわ。お姉ちゃんたちが意地悪する。あんたたちはお姉ちゃんなんだから、ちょっとは我慢しなさい。ゆいは働いてないんだから、好きなものも自由に買えないんだぞ。かわいそうだと思わないのか。ほらパニコ、着替えて。え？母に投げ渡されたのはボロボロのジャージ。バネ、この袋にバッグの中身入れなさい。そう言いながら母は姉に袋を渡してきたんです。服もバッグも私たちが一生懸命働いて買ったものなんだから、あげられるわけないでしょ。いい加減お母さんたちもゆいを甘やかすのはやめなさいよ。そう、妹は私たちのものをいつも欲しがり、両親に甘やかされて育ったわがままなやつなんです。パニコは昔から口答えばっかりで手に負えないよ。はあ、もう今日は結婚の報告に来ただけなのに。結婚？お前なんかがか。そうよ、結婚するから婚約者が挨拶をしたいって言ってるの。でもこんな状況じゃ恥ずかしくて合わせらんないよ。別に俺は会わなくてもいいがな。そうね、時間の無駄だわ。何よそれ。あら、パニコの婚約者のご実家、大きな家なのね。え？あ、まあ。何？相手は金持ちなのか。それは。まあ素敵。それじゃ会わないとね。は？いつ連れてくるんだ。たく、調子がいいんだから。姉の一言でどうにか顔合わせが決まったけど、妹のことが心配すぎる。でもね、顔合わせ当日妹の姿はなく、なんとか無事に結婚の話を進めることができたわ。それから数ヶ月、結婚式を数日後に迎えた私と婚約者は忙しい毎日を過ごしていました。おっと、会社から電話だ。え？多分あの件だな。結婚式の最終打ち合わせに出かける直前、ヤマトは会社からの電話だと外で話し始めました。またか、最近妙に会社からの電話が多くてコソコソしているのよね。10分後、電話を終えたヤマトはなんだかニヤニヤしちゃって、仕事の電話という感じじゃありません。本当に仕事なのかな。
不安になったものの、それ以上何も聞くことができず、式の打ち合わせを終えたのですが。悪い、職場に呼び出されているから行かないと。夕飯もいらないから。え、ちょっと。たまには実家にでも顔を出してきたら。結婚前に積もる話もあるだろう。積もる話って、私と両親がうまくいっていないことをヤマトだって知っているのに、どうしてそんなこと言うの？それじゃ急ぐから。もうヤマトったら絶対なんか隠してるでしょ。なんだか嫌な予感がしていた私、案の定その予感が的中してしまうんです。それは結婚式まであと1週間という式直前のこと。ヤマトと同棲している部屋になぜかユイが訪ねてきました。遅かったね。え？ユイが来ること知っていたの？ごめんねパニコね、私ヤマトのこと気に入っちゃったの。はあ？私たち結婚するの。結婚？なんで？顔合わせの時ユイはいなかったのに。顔合わせの翌日、お父さんから電話があって、パニコに内緒で家に来いって言われたんだ。そこでユイと会っちゃったんだよ。はあ？それって浮気していたってこと？それはない。浮気したら慰謝料を支払うことになるから、パニコに話をするまで二人きりで会うことはやめようって決めていたんだよ。そんなの信じられるわけないじゃないの。私たちは愛し合っているけど、愛に溺れて自分たちを見失うほどアホじゃないわ。ヤマトは計算高い人だから、パニコ姉と別れるまでは何の関係も持たないって我慢してくれたの。ヤマトったらパニコ姉みたいに頭が固い女じゃなくて、可愛い私の方が好きらしいから、婚約者と結婚式もらっちゃうね。式の準備ご苦労様。そんなことって。ヤマト、これで私たち晴れてカップルになれたわね。パ姉ちゃんの言う通り、アタックして正解だった。え？パ姉ちゃんにパニコ姉の婚約者を好きになったって言ったら、遠慮せずにアタックしなさいってアドバイスもらってたの。お姉ちゃんが家族で唯一の味方だと思っていた姉までも妹のことを応援していたなんて。ユイ、今後のことをパニコと話し合うから、君は実家に戻っててくれ。結婚式まで会うのはお預けだよ。はーい。ユイが鼻歌を歌いながら家から出ると、入れ違いに姉がやってきました。パ姉ちゃんもパニコ姉を笑いに来たの？パ姉ちゃんのおかげで素敵なダーリンゲットしちゃった。じゃ結婚式でね。お姉ちゃん、話は聞いたよ。その様子じゃ全ては聞いていないみたいね。全てって？実は。姉の言うところの全てを聞いて驚きを隠しきれません。大丈夫、ユイの式はとっても素敵なものになるわ。もちろんパニコにとってだけどね。そしてユイの式当日を迎えると、ユイから電話がかかってきました。はいはい。あんたのせいで式が台無しよ。はあ？私の婚約者と式を奪っておいて何言ってんのよ。うるさい、二人して私のことはめたわね。ヤマトを出しやがれ。そこにいるんでしょ？え、もしかしてユイ、ヤマトに逃げられちゃったの？逃げられたも何も、言われた会場に来てみたら結婚式の予定は入ってないって言われたの。入ってるのはユイプレゼンツランチ会の予定だけだって言われて、準備されていたウェディングドレス着せられてスタッフからかけて笑われてんのよ。ユイプレゼンツランチ会？ユイも随分大物になったわね。ふざけてる場合じゃないのよ。ヤマトを出せ。出せと言われましても。興奮気味のユイの声は隣にいる姉の耳にも入り、電話を代わるように言われました。ユイ、見える見えるわ。姉ちゃん、あんたのアドバイス通りアタックしたのにどうなってんのよ。ヤマトがどこにいるのか教えなさいよ。私には見える、海外に飛んでいるヤマトさんの姿が。はあ？海外って何？私と結婚するんじゃなかったの？私には見えるわ。ヤマトさんはあなたと結婚する気がなかったこと、パニコとうまく縁を切るためにあなたを利用できて
大喜びしている姿が。はあ、それじゃ結婚式には来ないわね。まあ海外なら行きようがないでしょうし、開催されるのはゆいプレゼントランチ会なんでしょ。何がランチ会よ。みんなに金持ちのイケメンとの結婚式だって招待してるのに、いい笑い者じゃないの。私も笑いに行きたいところだけど、あんたと同類だと思われちゃたまんないもんね。電話を代わってそう言うと、妹のおたけびが聞こえてきました。どうしてこうなるのよ。あんたの婚約者なんだから、あんたが責任取ってよね。私に婚約者なんていませんけど。横取りできたことに満足して余裕かましてるからいけないんじゃない。人の大切なものを奪うのなら恨まれる覚悟を持っておかないとね。パパもママもあいつがお金持ちだと思ったから、恩着てるために式の費用を全額出すって言ってくれたのよ。結婚後にいくらでもあいつの実家からお金を巻き上げられると思って借金までしたんだから。それは二重の意味でご愁傷様。はあ、どういう意味よ。まず仮にヤマトの実家がお金持ちだったとしても、逃げられた以上巻き上げることなんてできないでしょ。それにヤマトの実家はごくごく普通の家庭で、地方の古民家物件を購入したから大きいだけで、あんたが思っているようなお金持ちのご家庭じゃないってこと。はあ、騙されたってこと。どうして教えてくれないのよ。あんたが勝手に勘違いしたんでしょ。そもそも愛がないのに略奪しようとするからいけないのよ。もう何よそれ、ムカつく。妹のおたけびは電話を切るまで聞こえていました。その後、妹からも両親からも電話がかかってきたけど、無視無視だって。それじゃ予約していたホテルに行こうか。すごいおたけびだったな。作戦大成功。私たちヤマトと一緒に空港にいるんだもん。パニコには両親と妹のこと聞いていたけど、本当にヤバい人だったな。そうね、まさかパニコの婚約者をあの子が欲しがるなんてね。あなたが断るのは分かっていたけれど、断った場合両親があなたたちを別れさせるために嫌がらせをしてくる未来が私には見えていたの。うまくいってよかったよ。実はね、ヤマトだけが呼び出された日、姉が両親たちの企みを察知してこっそり実家近くで待機し、ヤマトに伝えたみたいなの。一筋縄ではいかないって姉に言われたヤマトは今回の計画を立てたみたい。でも大丈夫？結婚詐欺とかで訴えられない？それは大丈夫。訴えるなんて言ってきたら、結婚を承諾しないならパニコがどうなってもいいのかなんて脅してきた証拠を出すから。それに3人に頼まれて進めていたのはユイプレゼンツランチ会の予定だよ。結婚式の予定なんてものはないんだから。それもそっか。でも計画のこと話す前は心配したろ。ごめんな。カサカサ電話したりとかね。確かにあれは怪しかった。言ってくれたら協力したのに。パニコ、一応伝えておくけど、ヤマトさんとユイは手も触れていないわ。電話で話したのは3回だし、会ったのは両親を含めて3回、ご飯を食べて帰っただけよ。そんなことまで見えるんですか。ええ、私がいる限り正義も悪も隠すことができないのよ。なるほど、悪いことはできないってことですね。するつもりなの。まさか、するつもりはないけど、怖くて絶対にできないって覚悟したよ。見えるわ。あの人たちが親戚やら知り合いの前で大恥をかいて、しばらくは家から出られず借金までして開いたユイプレゼンツランチ会の費用の支払いに追われる未来が見える。それに、あら、お父さんたらユイのわがままで借金まみれになったことに気がついて、ようやくユイを働きに出すみたいね。お母さんは、あら、寝込んでそのまま寝たきりになるわね。3人とも哀れな未来よ。まあもう私たちには関係ないし。よし、これで安心して結婚式を挙げられるぞ。私たちの結婚式は海外で挙げるから、ヤマトが海外に飛んだってことも事実なのよね。
とってもいい式になるわよ、きっと。私もそんな予感がしてるよ。姉の言う通り、両親と妹を手放したことで幸せな未来が訪れる、そんな予感がしているんだ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。